アクティは、ホンダ技研工業が販売していた軽トラックである。生産は、ホンダオートボディに委託されていた。シリーズ3代目までは、商用版も販売されていた。1963年に誕生した、日本メーカーの量産車初の DOHC エンジンを、搭載した T360、後継の TN360 の後継車種として1977年に、 登場した軽トラックである。アクティ登場の際には、ライト版もラインナップに新たに登場した。ボディ形状は、キャブオーバーないしセミキャブオーバーであり、エンジンは、車両の中央付近に配置される。空車時のトラクション確保及び、走行能力を得る狙いから、アンダーフロアへのエンジン搭載やドディオンアクスル式、リアサスペンションの採用、2台まで、フレーム一体式のモノコック構造、 高回転特性のエンジン、各メーカーの軽トラック搭載自然吸気エンジンの中で最も排気アードな変速比設定など、ホンダならではの独自設計を施している。初代の CM には、俳優、タレントの渡辺氏および植木等、覆面プロレスラーのタイガーマスクが起用されていた。生産、販売を終了するまで、新車で購入可能な軽トラックとしては、唯一、 ご発進抑制機能と後方ご発進抑制機能の標準装備、またはメーカーオプションの設定、並びに 4WD 車における ATGO の設定がなかった。また、エンジンの導弁機構にはサイチェシーを採用し続け、OEM 供給の実績もなかった。軽トラック版では唯一のミッドシップエンジンリアドライブ車であった。 競合他社の車種に比べ先進装備も少なく、機構も、旧体依然としたものだったため販売不振に陥り、バンは三代目をもって消滅、トラックも、時期型への開発予算を賄えないとして2021年4月に、生産と販売を終了した。バンは、NVAN が、後継車種となったが、トラックの後継車はなく、同時に、ホンダは、軽トラック市場から撤退した。また、 二から四代目のトラック及びバンにはすべて共通のドアアーターハンドルが使用されており、三代にわたり、車体に共通部品が使用されるという国産車では、数少ない事例であった。英語のアクティブからの造語。仕事やレジャーなどで、いつもキビキビ働く車という思いより命名された。ありがとうございます。